京メトロの黒歴史が語られます。皆さんこんにちは、シエナビはじめです。今回は東京メトロ有楽町線の準急を紹介していきましょう。有楽町線といえば今現在は各駅停車しかないと思いますが、実は昔準急が走ってた時期あるんですよ。皆さん意外と知らないかもしれませんが、そんな秘密がありました。今回はそんな有楽町線の準急について皆さんに紹介していきたいと思います。このチャンネルでは鉄道に関する情報を毎日発信していきますので、興味があったらぜひチャンネル登録して私と一緒に楽しみましょう。では早速行きましょう。まずはそもそもの話、有楽町線に準急が誕生する前の話をしましょうか。すごい厳密に言います、有楽町線に準急が生まれる前に、実を言うと有楽町線の準急みたいなものが存在しました。建前上は有楽町線ではないですけどね、一応有楽町線の準急みたいな存在でした。多分結構話が紛らわしいと思うので、ここをちょっと解説しましょうか。実を言うと、有楽町線の準急ができる前に新線経由で新線池袋に行く電車がありました。多分今頃新線なんて名前使う人いないと思いますが、ではこの新線池袋に行く準急とはそもそも何か、このことについて紹介しましょう。新線っていうのは文字通り新しい路線のことです。今現在も京王新線って感じで京王では使われてますが、これと同じような感じで一応駅名も新線池袋はニューライン池袋って感じで、まあ新しい路線なんですよ。ではこの新線ってどういう意味なのか、答えとしては建前上は有楽町線の複々線扱いでした。実を言うともともと副都心線としてこの区間は作るつもりでしたが、まあなんだかんだ言ってコストの問題もあって、小竹向井早川先和光市方面までは有楽町線と一緒に作ろう、今現在も実際小竹向井早から和光市までは有楽町線と副都心線一緒にいます。今でもこの新線の名残はあるんですけどもね、まあそういう風にしてある意味で副都心線の先行間開業という扱いで、今の副都心線というところの小竹向井浜から池袋まで開業しましたね。一応千川要町についても当初から駅を作るスペースとかがあったりしましたが、建前上は有楽町線の副複線扱い最初は作ったので、この時作られた副都心線の一部、今でいう小竹向井浜から池袋間の途中には停車駅がありませんでした。一応建設自体は有楽町線を先に作って、後でこの副都心線に相当する新線部分を作るという方式でした。そのため同じ区間を走る有楽町線をちょっと開業が遅く、1994年から営業運転を始めました。実際開業当初からどう考えても後で副都心線使い回すんだなっていう雰囲気が満載でしたが、まあとはいえそれでもやっぱり当初は副複線という建前だったので、一応開業当初は有楽町線の副複線という扱いで誕生しました。ちなみにちょっと余談ですが、副複線って地下鉄線が作られたのは多分これが初めてです。うち複複線ではないですけどね、まあ、とはいえやっぱり建設当初で建前上ではあっても地下鉄路線で複複線が作られているケースは初めてでしょう。というか今現在も公式に複複線として地下鉄が作られたケースはありません。まあ、厳密に似た感じだと銀座線と半蔵門線の青山1丁目と表参道ぐらいじゃないでしょうか。あそこ一応途中に銀座線が止まるのに半蔵門線が止まらないという駅が存在します。たまたまかもしれませんが一応そういう経緯もあったりするので、まあ、全くないとは言い切れませんが、とはいえやっぱり公式でこういう風に複複線作られた地下鉄路線ってなかなか珍しいですよね。そしてこの当時準急こそなかった時期はね、さっき言った通り複複線ですから小竹向井原から池袋までノンストップで走ってました。そのため実質新生池袋駅っていうのは今でいうところの千川要町の2駅には止まりません。一応自動放送でも各駅停車あったとしてもなんだかんだ言ってその案内はありました。そしてこのセオリーを引き継いだのがある意味で有楽町線を準急ってわけです。2008年に皆さんも知ってるかもしれない副都心線の開業がありました。これによって新生池袋は副都心線の池袋駅に変わり、またこの有楽町線の副複線の線増し分も一応なんだかんだ言って副都心線の扱いになりました。また副都心線開業をして元から用意してあった千川要町駅のスペースを使って副都心線に千川要町駅が誕生、そして一応有楽町線の副複線の急行線の扱いは終わりました。こういう風にして地下鉄の珍しかった複複線は終わったわけですが、まあもともと余ってた土地を活用したような感じなんで、まあしょうがないでしょう。そしてこの千川要町に副都心線が止まるということから有楽町線に準急が使えました。理由は非常にシンプルです。なんでかっていうと、副都心線と合わせて無駄が多かったからです。副都心線の開業によって、池袋から和光市の間に限って電車の本数が結構増えました。特に千川要町については、有楽町線と副都心線、線路が別々ですからね、純粋に来る電車の本数は通過する本数も含めると結構増えています。副都心線については急行はさすがに通過しますが、それでも各駅停車がそこそこ設定されていて、結果として有楽町線と副都心線の各駅停車の本数を合わせると、開業前に比べて明らかに本数は増えるけれども、
別にわざわざ開業後の本水水してもらうし、開業まではいいや。だからといって減便すると、小竹深い川川崎、西武線、東武線方面直通だったり、そもそもの話、有楽町線自体の本数が減っちゃって、普通に豊洲とかあそこら辺が大変になっちゃう。まあしょうがない。じゃあ急行でちょっと一部通過させよう。まあ実際は副都心線と比べて、池袋から東側については全部止めるという方針だったので、種別名こそ19になりましたが、それでも池袋から和光市までは急行の副都心線と同じ停車駅を走らせよう。そういう考えのこと19が生まれました。まあ冷静に考えたらおかしくない判断だと思います。なんでかっていうと、池袋から小竹深い派って純粋に停車の本数が副都心線分増えたとしたら、輸送力は増えますが、その一方で輸送力を増やすぎても、朝の時間帯とかあったりですけどね、その一方で昼間だとちょっとなんかもったいないですし、特に池袋から和光市まで副都心線と一緒に走りますからかなり本数が増えます。朝夕はちょっと何とも言えませんが、本数がそこまで極端に多くない昼間とかであれば、明らかに過剰な確認者の一部を副都心線と有楽町線何年間だけ優等運転させるだったら別に矛盾はないですよね。実際に山手線と京浜東北線だって昼間ですけれども、京浜東北線が山手線と何年間快速運転しますし、別にそういうこと自体は特に珍しい話じゃないです。逆にむしろ中央線みたいに中野上高まで複々線なのに全部の駅に両方止まってしまうという矛盾が起きている要請もありますからね。そういう現実を見ると正直言って、副都心線輸送力は確かに増えるけれども、有楽町線の輸送力はちょっと余り気味。池袋から東は独立してるからいいけれども、池袋から西側についてはちょっと副都心線と被ってなんか損してる感じだから、ちょっと一部通過運転して付加価値をつけようという発想全然普通ですよね。ただ実際はダイヤを組む際に結構大きな問題が生じていたのでかなり不評でした。具体的にどう依頼だったかっていうと、大きく2箇所に分かれます。まだ小竹深い派から西については結構良かったですね。副都心線の各駅停車が副都心線を急行にタッチをされ接続できないというのがちょっと問題でしたが、一方で今回の副都心線の各駅停車であれば一応小竹深い派で準急と連絡するという感じでした。そのため確かに有楽町線の本数は減っていますが、その一方で池袋より東の方に行く場合準急に乗ると若干早く着くケースもあるかもしれません。乗り換えこそ増えましたが、一応なんだかんだ言ってこういう風に副都心線と有楽町線の接続があったりして、接続待ちで長時間待たされている最悪の事態はありませんでした。ただやっぱり乗り換えがあるということで、一部の利用者からはちょっとなんか不便だと思われてました。ただこれは正直言って軽症です。もっとひどかったところがありました。それはさっきも紹介している仙川からめ町。ここがマジでやばかったんです。具体的にどういう感じかっていうと、最悪12分待ちます。急行運転をしていて最大10分くらいちゃう豊洲新宿線より広いです。でも中にはこういう人もいるかもしれません。副都心線で池袋は行って、そっから有楽町線ではいいじゃん。と思いますよね。でもさっき言った通り、準急って実を言うと、小竹深谷派で副都心線と各駅停車が有楽町線を準急に接続します。そのため、仙川加代町でこの準急に接続した各駅停車を追っても、池袋で残念ながら数分され接続しません。結局、仙川加代町で各駅停車を待って、そっちに乗ったやつと同じです。こういうことから結局、ところ仙川加代町では、有楽町線接続する副都心線と各駅停車で存在せず、結局のところ本当に純粋12分待ちます。もしもこの副都心線の各駅停車が池袋駅で有楽町線の準急に乗りだったらまだ良かったですけどね。残念ながらそれすらできません。ここまでは池袋方面の話でしたが、反対側でも同じことが起きています。さっき言われた実力若干マシになっています。なんでかっていうと、副都心線電車が有楽町線の準急接続するんですけども、そのために 1,2 分程度早く走ります。なので実質的にはダイヤホールは9分程度ですが、それでもやっぱり反対側がひどすぎたので、ここがすごい有名になりました。また仙川からめ町に行く場合ですね、池袋から東に行った後、池袋から東から仙川からめ町に行く場合、もし準急当たると結構大変です。結論から言うと、準急に乗れません。池袋で副都心線乗り換えて、そこから仙川からめ町を目指すという方法もありえますが、残念ながらそれはできません。さっきも紹介しましたが、副都心線と各駅停車は有楽町線の準急と接続するために、若干早めに準急が着く前に池袋駅を発車します。そのため残念ながら接続はありません。そのため結局6分間隔で準急が来ない時間、つまり12分待ちますからね。驚くべきことに、この状態がなんと池袋か有楽町とか豊洲含めて全部入ってましたからね。こういうことがあった結果、なんかすごいやっぱり仙川からめ町の利用者からは非常に不便でした。先ほどのダイヤ、一応小竹深い派で副都心線方面の各駅停車と有楽町線方面の準急が接続していましたが、有楽町線同士では一切接続をしないということから、ますますだかこれ意味あんのかと言われました。まあ、純粋に副都心線と有楽町線を接続するっていうのはいいと思いますが、有楽町線同士の接続は特になく、なんかすごい中途半端だと言われました。さらにさっき紹介した12分運転間隔が空いてしまう仙川からめ町に止まってしまう各駅停車は結構混むというケースがありました。純粋に本数が半分になってますからね、このパターンだと。だから結構混んでいるというケースが見られました。
また有楽町線の中級が結構空いているというケースもありましたね。結果的には千川と辛味町がものすごい反発した結果、たった5ヶ月でまさかの中級が減便される修正を発表しました。この修正は主に千川辛味町というかはどちらかというと小竹深谷浜から和光市までの通過駅に対しての措置ですね。局所的ですが一応実を言うと新木場駅に15分接続込みで乗れないというケースがありました。小竹深谷浜で接続するのを含めても15分です。結構長いですよね。このダイヤホールを修正するということを前提に、そのダイヤホールを作った原因の準急を各駅停車化することによって解消しました。しかしこれでもやっぱりなんか千川辛味町の準急通過駅、この2つの通過駅なんかやっぱり結構バラバラ起こってたらしく、また他にも東京メトロ自体なんかダイヤが組みにくいと思ったのかは知りませんが、最終的には2010年に有楽町線の準急は消えちゃいました。もともと急行運転といったそんなことは考えてない線区列車でなかなか厳しかったでしょうね。もしも帰りもうちょっと有東の対比駅があったりしたら走れたのかもしれませんが、池袋から和光市限定かつ有楽町線同士では一切通過待ちとか存在しないため、完全に有楽町線だけ見たら結構平行ダイヤ感がありました。こういうのもあったのか、最終的には有楽町線までは各駅停車もしくはエストレイン限定ですね。エストレインについても正直言って有東運転する気はほとんどなく、通過駅あるのはあくまでもおまけ的な感じ、そういうニュアンスで走ってました。こういう風にやっぱり中級を走らせるのは簡単ではなかったですよね。というわけで今回のまとめていきましょう。今回は有楽町線の中級について紹介しました。有楽町線の中級って正直言って急行運転をするために作ったというかは、単純に副都心線開業で千川辛味町の有効本数が増えるんじゃないかと思って、ちょっとさすがに多すぎるという判断からか、余剰になりそうな各駅停車を一部を有効運転して沿線の価値を高めようと思ってそういう設定をしました。一応4分の短縮に成功しましたが、その一方でいざダイヤを見てみると、残念ながら副都心線の千川辛味町駅で有楽町線の準急が通過する時間帯に各駅停車を打ってもなんか中途半端に接続しなかったりとか、局所的ですが小滝向浜からさらに西の方向から乗ると運が悪い時最大15分待つというケースもありました。こちらについては速攻で修正されましたが、千川辛味町の最大12分待つ問題については残念ながら修正されませんでした。というか物理的に難しかったです。その結果として苦肉の策ですが、準急を減らして少し本数は大村駅の各駅停車を走らせようという方針になり、結局今の各駅停車オンリー、まあ最近はたまにストーリーが来ますが、あれは例外ですね。こういう感じを少し特殊な台に変更されました。東京メトロが想像した以上に千川辛味町から有楽町線の池袋に東に行く人が多かったんですね。というわけで今回はこれでお会いしましょう。私のチャンネルではこういった感じで鉄道に関する面白い話を毎日投稿していきます。興味があったらぜひチャンネル登録して私と一緒に楽しみましょう。また面白いと思ったら高評価あったり、あとはこの動画を参考みたいな感じでクリーミーというタグをつけてコメントを書いてくれると嬉しいです。というわけで今回はこれでお会いしましょう。バイバーイ。